鬼びっくりまんじゅうっていうね、すごい有名なお店なんですよ。鬼が お願い事してたらちょっと出てこられるというわけで、もう節分とかね、いろいろ近いんで、まあ、お願いをしたわけですよ。で、まあ、今年とか去年もね、特にあの鬼のワードがね、鬼滅の刃とか、ですよね。いうことで、ちょっとね、今日は面白い企画をね、しようかな。とある場所に最初は行こうかなと思います。はい、それでは始まります。鬼びっくりまんじゅうっていうね、すごい有名なお店なんですよ。ここにまんじゅう売ってて、まあ、以前もこちらの方で購入させていただいたんですけど、でもね、この鬼がお引っ越しちゃったと。はいはい、20年前にね、引っ越ししたっていうか、この鬼がまた違うエリアで立ってるということで、ちょっと今日そちらの方にね、行こうかなと思います。まだ先、ずっと先なんですよ。溶けてる。溶けてます。
歩いた方がいいかな。これだけ案外無理だな。だいぶフルで言っとるけど。スタッドレスとかでもダメな時あるんかな。スタッドレスもでもダメですよ。あ、そうなんだ。やっぱダメな時はダメなんだ。ダメですよね。ハプニングですね。ハプニングだ。ほんまにハプニング。車が乗らないというね。つららが結構つららができとったけど、ダメですよね。みんな結構動いてて倒れてたから。そうですね。これが大きいんだね。いや、あの どうですか、体力的に。体力的にはバリバリ大丈夫ですよ。バリバリ若さゆえの。そうですね、もう。何歳なんですか。24歳ですね。24歳、はい、バリバリこれからですね。そうですね、もう。そこから歩けるっていうのは嬉しいです。いやいや、そんなからもう、全然そんなもん、僕、普通の大学生なんで。いやいや、もう、全然。こうやって県外まで出させてもらって。いやいや、もう初心を忘れちゃいかんと思って、僕らは本当に。僕らも普通って、普通の。こういうのを見るとなんか鬼滅の刃の1話を思い出す。ああ、そうですね。主人公の親子が殺されて妹だけをね、こう背負ってね。そうなんですね。富岡義勇が来て。おお、すごくないこれ。すごい。うわ、鬼の牙みたいな。ああ。はい。雪が強くなってきた。おお鬼が確かになんかあの鬼ですよね、あの、うん、さっきのね、何十年間のこんなとこに来るの急にな。こんなことあるんだ。それがないですね。うわー、すごい。これ確かに先ほどの鬼ですね。そうですね。これ持ってる。本当だ。白ですけど黒もあるね。ねえ、立ち入り禁止、猛犬。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日は
ありがとうございました。ありがとうございました。ずっとね、出勤の中でご苦労様です。そうですね。え、もう帰られるんですか？そうですね、もう帰りますね。何されるの今日は？今日は帰って編集ですね。あ、編集、はい、なるほど。ね、ご編集お願いします。ね。で、僕らもここだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう体張った。ね、ありがとうございました。めちゃめちゃすごいです、ほんと。なんか今日ね、初めてコラボさせてもらったんですけども、すごいなんか、年近いんで、やっぱりその思うことは結構同じだったりするんで、すごい本当にね。レオ、チャンネル名言えるかな？あれですよね、あれですよね、ちょっと待ってくださいね。すいませんね。そう。ズッキーラブリーチャンネルです。で、ジュッキーさんでね。はい、そう、ジュッキーです。はい。そのチャンネルではどういう風な感じで？自分の名前がジュッキーだっていう名前で、そっからあれ、ジュッキー、略してジュッキーで、ラブリーはみんなを楽しくその愛するために作ったその、ラブリー。なるほど。チャンネルです。ということは多分、これで覚えると思うんで。ジュッキーラブリーチャンネルです。よかったら、フォロー、ご評価お願いします。よろしくお願いします。ちょっとなんか最後に、やっぱ、最後は、NG なしで言ってもらうと。皆さん、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。はい、お疲れ様でした。大丈夫ですか？ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。